皆さんこんにちは。こんにちは。おたかコーチ、今日のお題は何ですか？今日のお題はスピンです。おお。回転をかけると安定すると言われるんですけど、挑戦するけどうまくできない人が多いからです。うまくできない人が多い。難しいと思います。おお。じゃあスタートです。スタートです。スピンをかけるためのポイント1、グリップのご説明をいたします。でグリップなんですけども、再三動画で何度も言っていますけども、握り方っていうのはいろいろあると思います。ただ握る場所ですねは一番気にしていただきたいので、例えばグリップを小指から握るというよりかは、ここで行くとヘッドが走りにくいので、できればまあ中指親指ぐらいにバランスを持ってきてもらって握ってください。これは例えば、コンチネンタルグリップであっても、例えばセミウエスタン、ウエスタン、フルウエスタンであっても、バランスはこう中指と親指にあった方がいいと思います。でこの状態でこういうふうに輪っかを作ってあげて、ラケットをここに乗せて入れてあげると、ちょうどラケ腕の指の中ですね、ここでラケットが引っかかってくると思います。ちょうどここら辺ですね。なので薄かろうが厚かろうが、スピンのかけ方さえ分かってれば問題はないんですけど、ただグリップを取り上げた理由は、持つ位置のバランスがすごい重要なので、これは各ショット全部ここに僕は来ると思うので、まずはここを意識してください。握りは普段の握りで構いませんので、力の入れる場所を真ん中ぐらい、中指と親指でうまく調節してもらえるといいんじゃないかなと思います。中指親指に持っててなくて、小指と薬指で握ったような、昔からあるグリップの握り方の握り方、この力のバランスですね。で握った状態で実際ボールを打ってみたいと思います。でスイングをよく見ててもらいたいんですけども、ポーンとゆっくり出してもらって、軽く打ちますけど、この状態からだとヘッドがあまり走らないんです。力入れて、こう硬さが出ますね。もう一回いきますね。こっから、どうスイングしても硬いですね。もう一回いきます。で結構ギュッと握ってると割と硬く、スイングが見比べてもらったら分かると思うんですけど、じゃあ今度中指の方にバランス取って打っていきますね。ラスト。1つ目の方っていうのは最初の方の小指と薬指で握った方は、腕が緊張感があってラケットヘッドが出てきてないようなスイングに見えると思います。で2つ目の真ん中の方に持ってた方は、体の反動でラケットヘッドがさらにずっと加速して走ってるように見えると思うので、割とヘッドスピードが変わるってことは回転の量が変わってきますから、ここはそのバランスを握っていただく方がいいし、一目瞭然だと思います。薬指と小指に力入れます。でじゃあ中指と親指の方にバランスを持っていきますね。こうです。ラスト。小指薬指で力入れた時と中指で入れた時に、実際僕も打ってみて、小指薬指で打ってる時っていうのはやっぱ打てないです。スピンをかけようと思ってもかけきれないので、コントロールができない状況になりました。で逆に中指の方で普段からこっち側で持ってってると、ヘッドが効いてコントロールがしやすい状況に持っていけたので、すごいやりやすい感覚になりました。高い打点もやっぱりこうパッと構えた時に小指ぐらいに力が入ってくるので、小指薬指ってなるとラケットヘッドが出ないので、こういう叩くようなスイングになってしまって難しい。でこれが中指を親指に持ってくると、ヘッドがそのまんま振っていくだけで下がってくるので出してやすくなると思います。そうなるとこういういつも高いボールをみんな横に大きくスピンをかけて振りたいっていうような動作がやりやすくなると思います。逆に薬指と小指で力を入れた時は、そう
ういうスイングにならずにそのままストレートに打ち下ろすようなスイングになりがちなので、できれば高いボールいろんなボール打つときに中指親指のバランスをうまく取った状態でラケットを振ってもらえるとよりいろんなことがやりやすくなるんじゃないかなと思います。スピンをかけるためのポイントの2つ目です。で2つ目は、膝の使い方ですね。膝の動作、体全体の動作をちょっと覚えていただきたいと思うので、ここをちょっとやっていきたいと思います。でよくあるケースなんですけども、悪い例ですけどピンをかけようって言われる時に何をやろうかって言ったら、まあ、回転をかけたいので、じゃあラケットのスイングをよく説明されると思うんです。で例えば飛んできたらラケットをこう振ってね、ここでじゃあ例えばワイパースイングにしましょうとか、ボール打ちに行ってこうです、ワイパースイングです。でもしくはボールの上側を触ってこう上げてくださいとかってなると、ドローショットを打ってもあんまりネット越えなかったりとか、まあ越えたとしても例えばじゃあ下から上に上げましょう手だけで、でこういう風なボールになるんですよね。高いボールなので入射角が高いから高くは跳ねるけど前に進まない。で逆にワイパースイングですよって言われると、今度はこういう風にフレームショットになったりとか、そうネット越えないことが多くって、じゃあコーチあんまりボールがうまくコントロールできないですよっていう風になってくると、ここで難しさが出てて、じゃあまずは入ることやろうと思うと打たないとか打てないっていう風な感覚になってしまうと思うんですね。回転をかけようと思った時に一番大事なのは、確かに下から上にラケットが動かなきゃ回転はかからないんです。でその下から上にをラケットと腕ではなくて、で重心を下げて上げてあげることが重要なので、同じように例えば手だけを見ればこういうスイングを同じようにやろうと思う、 このまま手を動かさず膝を曲げて下から立ち上がって上に戻してくると、これでも十分下から上のスイングになってますよね。ここに誤解がないようにしてもらえたらいいと思います。まずはこの膝、重心を下げて上げるっていう動作で回転をかけていきましょう。でボール出してもらっていいですか。ちょっと分かりやすくやりますね。膝を曲げて立ち上がるで、これ順回転かかってますよね。手は動いてないですよ。ワイパースイングももしくはボールの上下からこう上に手を持ち上げる動作もしてなくって、しゃがむ立ち上がるで順回転はなんちゃかかってますよね。これ何もしないでもこんだけかかるんですよね。でポイントは重心を下げる上げるをうまく使ってあげることで順回転はかかります。でここを理解しないでやってしまうと、さっき最初みたいに手だけで振ってしまうことで難しさがアップしますので、まずは重心を下げる上げるっていうところを意識していきましょう。もう一回やってみますね。このままボールのところに行ってしゃがむ立ち上がるで回転がかかっていきます。しゃがむ立ち上がるですね。でこうなった時にうまく回転がかかるんですけど、じゃあ下から上のスイングは膝を使ってやりましょう。回転が今のでかかっていくので、そこをちょっとまずこのファースト最初のアクションとしては膝から下から上に伸び上がるっていう動作をつけてもらったらいいかなと思います。スピンのポイント3つ目です。打つポイントがどの辺なのかということをちょっとご説明していきますけども、分かりやすくやると回転をかける位置っていうのは前の方がいいと思います。で前で捉える根拠っていうのは、まず回転をかけて安定させたいっていうことは、回転の量を調節してボールをコートの中に入れたいってことなので、じゃあちょっと後ろの方にあるとどういう風になるかっていうと、体重移動、重心、ウェイトシフトが入ってくるので、ここでボールに対する押しがちょっと入りすぎちゃう。一番最初に覚えるにしたら、回転はどれぐらいかけたらいいのかっていうところを純粋に覚えようと思うと、打点っていうのは押しが入らないところで捉えるべきだと思うので前だと思います。でこの前のポイントで打ってあげることが一番重要だと思います。で実際問題ちょっとやってみたいと思うんですけども、よくあるのは打つポイントが少し前であればいいんですけど、この辺に入ってくるとどうなるかっていうと、じゃあ膝を曲げて入ってきました、でグッとちょっと押しも入ります、で回転が甘くなりますよってことになります。で思ったよりもボールがやっぱり枠に収まらないっていう風になってくるので、ここをできるだけこのポイントで捉えて押しながら回転かけようと思っても、当たった瞬間にボールは90センチぐらい飛んでますから、こうなると何をしても回転がかからない状況になってきます。で飛んできて膝は曲げました、でも遅れるとこうやってボールがボーンと吹かしたような状態になるので、これもキレよく枠に収まらないってなるときに、じゃあ打点はどこなのって言えば前です。
膝を曲げた状態で体の腕がちょっと伸びてますけども、のわざと伸ばします。こういう風にしてあげると割と回転かかっていくんですよね。で、回転をかけるためのポイントは前だと思います。で、重心を下げて前で触るとボールに順回転かかっていきますね。曲げて立ち上がる。で、ポイントが後ろにならないように前で触ってあげてください。入って前で触りましょう。しゃがむ、立ち上がる。で、ここが例えばちょっと後ろになった場合、曲げてても押しが強いので強いボールは出るんですけど、入るか入れんか自分の調節してる範囲には入ってないので、まずっていう風に強い、ちょっと回転のような少ないボール、でも多分イメージされてるのはこのボールじゃないと思うんですよ。で、もう少しこう回転のかかったループ系のボールのイメージをされてると思うので、となった場合は膝を曲げますが打点は前です。膝を、重心を下げて上げる。これをしっかり回転をかけていくと十二分にかかってくると思いますね。で、重心の移動をうまく使いながら膝を曲げます、立ち上がりますの動作になってくると思います。はい、ではスピンのポイント4つ目です。面の向きをご説明したいと思います。で、面の向きなんですけども、割と最初にスクールで習うときにボールがこう遠くに飛んでったりとかするので、まあ、まっすぐ当ててくださいねって言われたことが多いと思うんですけども、スピンに関してはまっすぐ上げると多分こう思っているボールの軌道にならないと思うので、気持ち上向きだと思います。で、ここの解釈が、結構ない方がいらっしゃると思うので、まずはこの向きですね。ちょっと上を向いてるよ。で、物理的にボールがループ系のボールで上がって落ちていくっていうことは、面が上向いてるとボール上がらないんですよ。で、これをまっすぐなところで打とうと思うとどうなるかっていうと、例えばじゃあ重心を後ろにかけてのちょっと後ろに残したまま打ってねってなった時に面が上向いてるんですよね。じゃあこれがまっすぐの状態でやるんであれば、重心が前にまっすぐ、じゃあもうちょっとボールの軌道上げてくださいとか言われますけど、こうなると難しいんですよね。なんでボールが上上がってるかっていう理屈がわからないので、まずはラケット面が上を向いてることっていうのを意識されると、ボールが安定したボールがコートに打ち続けられると思うので、まずはできるだけこの面の角度っていうのをちょっと上向いてるよっていう風に理解してもらえればいいのかなと思います。例えば人によってはボールの上を触って擦りなさいっていうことになると思うんです。こうなった場合、例えばボールが極端に短くなったりネットかかったりする場合が多いと思うんです。ボール上を触りますから、基本的にこうなった場合もう絶対にネットを擦さないんですよね。で、これが正しいところっていうのは、多分ネットに近づいていってボールのバウンドが結構高いところなら、僕はこれはありだと、順回転で押し込みましょうってありだと思うんですけど、これが例えばここから下がっていったとしたら、こうだとやっぱネット越えないので面もこうなってくるはずなんです。で、ベースライン上からつなぎの安定したストローク、回転のボールとスピンを打とうと思えば面はちょっと上向いてくると思いますね。うん。で、こうなるとループボールなので、立ってる場所によって少しその面のかぶせ方もちょっと変わってくる、角度が変わってくる。だけど今説明させていただいているのはベースラインからのラリーなので、そうなるとまっすぐから上を触るっていうことに関してはちょっとナンセンスになってくるのかなと思います。やってはいけない例からちょっとやってみますけども、じゃあまっすぐ当てますってなるとこういうボールになるんですよね。これって安定感があるかというと、やっぱりまだ掛けに近いよねっていう風になってきますね。こういう風なミスが出てきたり、まっすぐ当ててますから膝入れてまっすぐで、こういうミスが出てきやすくなるんですよね。入りもしますけどネットにかける率も高いで、例えばさっきおっしゃったように逆にボールの上触ってみたり、こうだこうしかならない、じゃあネット越えませんっていうことになりますよね。かければかけるほど余計に硬くなるし難しくなる。で、こうなるとやっぱりスピンって難しい。じゃあ今度いい例をやっていきますけども、じゃあさっき踏まえ
ったことで膝を重心を落としてラケットも上に向けるとどういうボールになるかっていうと、膝を曲げます、面が上向きですってなるとボールが上がってくるんですよね。ならあとはこれに対して少し打点が前で触っていきましょうで綺麗な回転がかかっていきます。あとはちょっと慣れるまでは少し面がかなり上向いた状態で軌道を上げてあげるとこういう風なところから安定したショットが打ててくるので相手の様子を見やすいと思います。あとは高さイコール深さなので軽く膝曲げて高さを出していく、曲げといて上げていく、こういう動作ができるとコントロールがしやすいですね。まずはここを覚えていただければいいかなと思います。ポイント5つ目です、タイミングです。でタイミングっていうのはちょっとざっくりしてるんですけども、捉えたい高さとラケットの位置関係なんですけども、スピンをかけようと思うとボールが上にあってラケットが下にある状態を作らなきゃいけないので、それを僕らは膝で作りましたけども、この関係性が崩れると、例えばこの高さが今こう段になってますけど、これがボールが下がってくると斜めになってないでまっすぐですよね。この関係性を作りたくないんですけど、一般の人はよくあるのがここだと思って振り始めようと思うんだけど、ボールって止まっててくれたらそのままパッと打てるの、多分みんながスピン打ちやすいと思うんですけど、このボールはここだと思った時には下がってきてるんですよね。そしたら自分がの意識はここだけど、実際打ってるボールはここら辺まで下がってきてるから、あんまりラケットとボールに対して斜めの関係性がないので、ストリングが動いて回転をかけるってことはできないっていう状況になってるんですけども、ここのタイミングはここに来るまでに振り始めないと取れないねっていうことを覚えてもらえればいいかなと思います。実際やってみます。やってみるとここで、自分では今はここで打ちたいねんけど振り始めたら下がってきてる、でこれがよく言われる打点が下がってるよって言われるんだけども、本人はここで打ってるつもりなんですよね。でも実際はそこから落ちてきてるってイメージじゃないんですよ。で割とテニスのレッスンとかって、はいボール行きますよでポンって出してもらえる、縦に上がってここやんね、このタイミングで、ここは下から上がってくるのでこのタイミングで打ちやすい。でも実際ボールが前から来る前に関しては今振り始めたいでこうなってここで取って、じゃあここならスタートしたり下げたとしても斜めにはなってないのでかからない、そしたらボールはフラット系でバンと飛んでいくような感じになるっていう風になってくると思うんです。でここをまず気をつけていただきたい、ここね。そしたらボール持ち上げなきゃいけないし斜めにもならへんから、ボールも例えばねこれで面をさっき上向けにしましたってなると、ただのこうやってロブを打つことになっちゃうし回転系のボールは打てない。ここポイントはすごく大事な、こここうこうなりますよね。じゃあ回転かからない、コーチ打ってるようにかからないですよ。じゃあここで大事なのがやっぱりワンバンして上がった、ここを上がったところを捉えましょう、ここを捉えていきましょうっていう感覚にならないとダメです。でここで捉えていきたいので、じゃあポイントとしては準備しといてしゃがむ、立ち上がった時にこの高さぐらいで捉えていく、ここですよね。でこれで斜めのスイングになってますから斜めが強く出てきますよね。こうボールの下に潜り込むとかっていう表現からボールが打ててくるからスピンがかかりますってことになります。で実際問題ベースラインからも打ってみますけども、こういうボールになるし打点が下がってきません。そしたらやっぱり強いボールしかならないので、こういうボールですよね、深さが出ない。ましてやこれで深く打とうと思ってこういう風なボールになったりもしますね。でここでじゃあ振り始めたいタイミングがある程度分かってきた人は入って高いところで取りましょう、打点を上げていきましょう、打点を上げていきます。でここでもう少し膝を使っていきます。膝を使って面が上向きになるとボールがいろんなボールが調整して出せるようになってくると思います。ここがポイントですね。はい、ラストっていう感じになってくると思います。例えばやりたいラリーは
きっとこういうラリーだと思うんです。でここ下げるとやっぱり良くないですよね。なので打点が上がったところで触っていきましょう。ごめんなさい。俺バックハンドばっかりや。っていう感じです。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。高コース今日のまとめお願いします。今日のまとめですけども、回転をかけるための方法は、打ち方じゃないと思います。で、動きの理解が必要なので、普段のレッスンで意識するだけでレベルアップが加速すると思います。ぜひチャレンジしてください。皆さんも頑張りましょう。頑張りましょう。